私を追ってきたのか。決まっちゃべな。追ってこねど思う方が動画しゃねえ。あんたと一人で行かせねえ。わも行く。おう、ラナ、行けないよ。ムッシュヒメリンゴ、危険だ。危険だのはあんたも同じだべ。あの鎧大事さ、何もはっただ願ったべよ。それは止まんねば、ただぎ脅してでも止めるや。宝儀の先さ火つけてやる。くらえ。えっ、くそ、飛びながら魔法を打つと宝器のコントロールが…やめるんだ、エペル君。あんたが止まったらやめてやる。はっ。まだまだ、もう一発。ダクオウ、ダクオウ、わかったよ、降参だ。エペル君、とりあえずどこかに一度着陸しよう。いやだ、絶対に帰らねえぞ、俺は。そうじゃない、まずは落ち着いて話をしよう。それに、その服で飛び続けたらすぐに体が冷え切ってしまうよ。まったく、風よけの魔法も施さずに、二人とも唇が真っ青じゃないか。もう追い返そうとしたりなんかしないさ。だから私についておいで。寂しい。手も頬も氷のようだ。すぐに火を起こすからね。水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった。二人ともお飲み、体が温まるよ。これ呪いとかかかってないですよね。僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃ。まさか、詠唱や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんて、ビルでもなければできないさ。あったげー、生き返る。本当に驚いたよ、まさか私を追いかけてきてしまうなんて。分かってます。俺たちがついていっても足手まといにしかならないかもしれない。連れて行ってくれとは言わない。だけど勝手についていく。寮長とダチがやられたんだ。このまま黙ってられるかってんだ。なんだよ、怖い顔して。あんただって勝手に出て行ったんだから、おあいこだろ。俺怒られたって絶対に帰らないからな。の、違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。え、怒っているのは君に宿る憤怒の魂を見くびっていた私自身に対してだ。怒っているのは君に宿る憤怒の魂を見くびっていた私自身に対してだ。心から自分の力を、仲間の力を信じた者が強い。 VDC でそう言ったのは私なのに。それなのに私は何も話さず、君たちを置いて一人で旅立ってしまった。エペル君、自分の心に素直になれる君は強く美しい。それらしい理由を重ねて自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ。どういうことですか。私も同じさ、エペル君。本当は愛する友人が傷つけられ、いても立ってもいられなくなっただけなんだ。こんな自分勝手な行動に先生や友人を巻き込むわけにはいかない、そう思っていた。でもそれこそ今更じゃないですか。もうとっくに巻き込まれまくってます。そうだね。いいよ、共に行こうじゃないか、エペル君、監督生君。ただし、二人とも絶対に私の指示には従うこと。約束できるね。ああ、いや、はい。やったな。私やエペル君は、ちょっとつ盲信になって周りが見えなくなりがちだからね。いつでも物事を俯瞰できる君の目線は、きっと我々の助けになるだろう。ルークさんが、周りが見えなくなってるところなんか
見たことない気がするけど、猪突猛進ってところだけはちょっと納得かな。そんなことはないよ。さっき強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか。そういえばそうですね。というかポムフィオーレの人たちってビルさんも含めてみんな見た目に似合わず猪突猛進な人が多いかも。我が寮のモットーである奮励という言葉には気力を振るい起こし勇んで立ち向かうという意味もあるからね。文献や石像に姿を残す美しき女王はどれも醜か平月な美しさだけれど、もしかしたら実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよ。でも僕たちみたいに痺れを切らして自ら外に飛び出すようなことはさすがにしなかったんじゃないかな。違いないね。みんな静かに。獣のうなり声だ。近いぞ。あ、すいません、今の僕のお腹の音です。おう、ラナ、森の主の縄張りに踏み込んで怒りを買ってしまったのかと驚いたよ。普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから。今の音をビルが聞いたら美しい眉を潜めるだろうね。目に浮かびます。それじゃあ出発前にまずは腹ごしらえと行こう。食事を取りつつ飛行ルートについても説明するよ。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかったよ。僕たちは気の身気のままで飛び出しちゃったから食べ物のことまで頭が回らなかった。大丈夫さ、目的地までのルートにいくつか町もある。必要になったら食料はそこで買い足せばいい。そういえばルークさんは嘆きの島の場所は知らないけどビルさんたちがどこにいるのか見えるって言ってましたよね。あれってどういうことですか？それはね、私のユニーク魔法の効果によるものだよ。ルークさんのユニーク魔法？私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできない。とても弱い魔法だ。でも狩人である私にはなくてはならない魔法なのさ。私のユニーク魔法は魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。それがたとえ七つの輝く丘の彼方、七つの滝の向こう、世界の果てであろうともね。あら、ルークさんが使えると思うとお金魔法だな。ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。すげえ、何も傷がねがった。それでは僭越ながらお披露目といこう。ほら、私から逃げ切ってみせて。 I see you。やはりか。どうしたんですか？この世界にいればどこにいてもわかると言ったけれど、この魔法も万能ではない。対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。カローンたちがビルたちを輸送に用いたのは走行で魔法を遮断する魔導ステルス機だったようだ。じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな？いや、いかに魔導ステルス機といえど完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間そのステルス性を捨てざるを得ない。その一瞬私には見えるのだ。私がユニーク魔法で獲物につけた印がポツリポツリ、まるで
森でさまようか弱き姫君が残した可憐な足跡のように。私は狩人、狙う獲物は絶対に逃がしはしない。見えた。彼らは賢者の島を有する黎明の国を出て、サンゴの海を北上、陽光の国と英雄の国を越え、海上でぱったりと痕跡は途絶えた。しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。ほうきだけで移動するのは無理だ。じゃあどうやって移動するつもりだったんですか？我が半時計のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね、先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。そしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転移装置が備わっている。それを使わせていただこう。幸運にも黎明、陽光、英雄、それぞれの国に一つずつ別荘がある。転移装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。え、世界各国に別荘？しかも国をまたぐ魔法の転移装置の設置って国から特別な許可が必要ですよね。ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？ないしょ旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし、公共機関を使うのは避けたかったから。ああ、しかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな。先生に怒られるようなことに使うなと。だがこれも美と愛のため、ご先祖様どうかお許しください。さ、作戦会議も済んだところで、抜け出したことがバレないうちにすぐ出発しよう。ん？何を笑っているんだい、ムシュヒメリンゴ。いえ、ルークさんってすごく変わってるし、実家もすごいお家っぽいのに、先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだと思っただけです。我が校の教師陣が振らせる裁きの雷を恐れない生徒がいるかい？私もナイトレイブンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさ。そうだ、君たち体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい。ほうきで長時間飛ぶなら寮服がおすすめさ。ナイトレイブンカレッジの寮服は特別な魔法の糸が織り込まれていて、放熱にも防寒にも優れているからね。特別に監督生君にも我が寮の霊装をお貸ししよう。それ。おお。ビルの御前へ向かうんだ。清掃でなくてはね、エペル君。飛行ペースは合わせてあげられないよ。ついてこられるかな？舐めてもらえば困るや。飛行術なら、マジフト部の1年生で一番の腕前って、レオナさんのお墨付きなんだ。絶対。太陽遅れだりサネハンデマーベラス。それでこそポンフィオーレ寮生だ。さあ嘆きの島へ向けてアンルー。